そんなパクチーにいち早く注目し直売所に出し始めた山岸さん。袋にたっぷり 50g 以上入れてこのお値段。ほぼ毎日出しても完売する人気商品です。でもこのパクチー、実は作るのは簡単。難しくないと思います、はい、発芽してしまえばそんなに心配ないと思う、まあ、虫とかもあまりつかないしですよ。大人気のパクチーをたくさん作り長く取り続けるコツを山岸さんに教えてもらいましょう。パクチーというとスーパーで見かけたりするのはこの根付きで株ごと売っているタイプが多い。60g で298円、なかなかいいお値段です。実はパクチーは根っこも食べられます。葉っぱ以上に強い香りがあり通には好まれるんです。一方山岸さんのパクチーはこれ、葉っぱだけをおよそ 50g 袋詰めしたもの。パクチー初心者が多い直売所ではむしろこの方がいいそうです。ちょうど買いやすい量目っていうか深さですよね、まあ、ほとんどみんな摘んで細かくしてサラダとかね使うわけですからそんなに心配はないと思います。収穫はある程度大きくなった株の葉っぱだけを掻いていきます。一株丸ごとは掘り取りません。硬そうなのとかは、うん、